オリンピックを駆け抜けた男たちが駅伝日本一に心を燃やすニューイヤー駅伝。万歳。歴代最多25回の優勝を誇るのは宮崎県が誇る名門旭化成。今3位でのフィニッシュとなりました。彼らは今王座奪還に燃えている。その鍵を握るのは東京オリンピック代表のニュースター相澤晃。去年1万メートルで日本新記録を樹立、日本陸上界期待の星となった。陸上と出会ったのは小学3年生の時。きっかけは意外なものだった。自分昔太っていたので痩せるために始めたっていうのが本当にきっかけです。それはなんとダイエット。運動は苦手だったが母の勧めで渋々陸上クラブへ。当初は練習についていけず、前を走る仲間の背中はこんなにも遠かった。小学校までは女子に負けてたのであまり陸上に対して意識なかったんですけど、中学校高学年になるにつれてだんだん走れるようになってきて、どんどん陸上好きになっていって。走ることが好きになるとそこからの成長は早かった。ぽっちゃりだった少年はチームの柱となり、今では日本を代表するランナーとなった。そして旭化成のエースとして王座奪還へ。本当に自分たちのチームをナンバーワンだと思っているので、僕がそのしっかり中心となっていい結果を残せればいいなと思います。